はい、こんにちは。ゆうかりチャンネルです。動画をご覧いただきありがとうございます。今回は購入から4年半が経った私の愛車 BMW X1 の車の状態を見ていきたいと思います。はい、まずこちらバンパーなんですけども、このように石かなんか弾いた感じでちょっとえぐられた感じがあります。はい、今回なぜこのような動画を撮ろうかと思ったのか。それは5年間乗ったこの車を下取りに出して新しい車を購入することになったので、愛着のある X1 を最後に見てもらおうと思いました。動画の後半には X1 の下取り価格も紹介したいと思ってますので、最後まで見ていただけると嬉しいです。はい、こちらぐるっと回ってみて、塗装なんですけども、クリスタルガラスコーティングをしているので、結構綺麗な状態です。リアのタイヤなんですけども、こちらのアルミの方にちょっとガリ傷があります。結構激しくガリッといってしまいました。こちら修理するのに4万から5万円かかるということで放置してしまいました。はい、リアのタイヤなんですけど、このように外側が結構すり減っていて溝がほとんどないです。こちらのタイヤ実は左前についていたんですけども、ローテーションをして今右の後ろについています。はい、外側もこんな感じで割れてきてます。もう車検には通らないということだったので、今回思い切って車を変えることにしました。はい、こちらドアのとこなんですけど、ドアパンチから車を守るためにモールをつけてたんですけど、そのモールのテープが残ってしまったという感じで、まあ、少しずつ減ってはきてるんですけど、もうちょっとプロがやると多分消えると思います。フロントタイヤ、こちらもちょっと溝が少なくなっています。もう限界が近いということなので、車検には通らないということです。マフラーのところ、バンパーの方はそんなに汚れてはないです。結構まめに洗車もしていたので、塗装なんかは比較的綺麗だと思います。はい、全体を見るとこんな感じです。はい、でエンジンルームを開けますとこんな感じで、エンジンルームも時々掃除をしていたので結構綺麗だと思います。エンジンは直列3気筒のガソリンターボ、1500cc の136馬力、220ニュートンです。ではちょっとエンジンの方をかけてみたいと思います。この3気筒エンジン、どんな音がするかわかりますかね。内装の方なんですけど、内装の方も比較的綺麗だと思います。特に劣化しているようなところはないと思います。ステアリングも綺麗なままです。エンジンスタート。こんな感じで結構3気筒エンジンなのでガラガラと音が大きい方だと思います。エンジンフードを開けていると結構大きな音がします。ディーゼルじゃないかなと思うくらいです。エンジンフードを閉めるとこんな感じ。それでもちょっと大きな音がしてます。結構ガラガラという音がして、ちょっと僕も乗っていてあんまり気持ちがいい音ではなかったです。やっぱり乗るんだったら4気筒直4の方がいいんじゃないかなと思います。シートも綺麗です。劣化などはないです。リアの荷室なんですけど、ちょっと今子供の野球道具が入ってるんですけど、こんな感じで広くてとても扱いやすかったです。荷物もたくさん乗りました。ここのスイッチで
リアのシートが前に倒れます。反対側もワンタッチでこのように倒れます。結構長いものも詰めてとても便利でした。リアゲートもボタン一つで閉まります。特に故障なんかはなかったのでとても重宝しました。この車は荷物がたくさん詰めたので。で、走行距離なんですけど 38,459 キロ、年間走行距離が約 8,500 キロほどですね。まだまだ乗れます。はい。で、気になる下取り価格なんですけども180万円ということでした。半年前に査定をしてもらった時は160万円でした。今コロナの影響で中古車の下取り価格が上がっているということで、半年前より20万高く180万円で買い取ってくれるということです。なので今回は思い切って車を買い替えることにしました。はい、ということで今回は私の愛車 BMW X1 を紹介しました。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。